太平記英雄伝、遠藤清右衛門春元、遠藤忠史行は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。浅井長政の家臣で、自由権利の傍傷として知られる。通称は清右衛門。意味名は、自家行であるが、資料、講談等では、遠藤清右衛門の名で登場する。遠藤氏の先祖は、鎌倉武士の出身と言われ、鎌倉時代に、大江に所領を得て下校したとされている。 自家行は、大見国坂田郡の柏原省の出身、代々菅原山一帯を治め菅和城を意図した赤尾しなどと同様、浅井氏が京国氏の悲観であった頃以来の不代の家臣であった。小谷城下の清水谷に館を持つことを許されており、自家行自身は小に居城を任せ館に在番していた。自家行は、浅井長政の森役的存在で、長政が幼い頃から相談役を務めてきた。 そのため長政からの信頼が厚く、長政が六角氏攻めを決意するにあたります先に相談をしたのが自家行と浅井現場だった。早くから織田信長の底知れぬ才能を見抜き、A61 年、まだ浅井家と織田家が同盟関係にあった時、大見沢山次郎を訪れた信長の接待役を命じられていた自家行は信長暗殺計画を長政に進言した。しかし、 長政は暗殺は審議に反するとして、それを受け入れず、自家業も主君の命に背くわけにはいかずに、結局暗殺計画は未遂に終わった。朝倉氏と小田氏との関係が悪化すると朝倉との救援を重んじるべきか、小田との婚姻関係を重んじるべきかの決断を迫られていた際、自家業は小田側に着くべきであると強行に主張した。これには、 朝倉家当主の朝倉義景の優柔不断な対応に自家業が愛想をつかしていたことに加え、浅井側の重心として信長と接するうちに信長の内政外交の手腕を高く評価するようになったという事情があった。結果的に長政の父、久政らの朝倉側につくべきとする意見を長政が採用したことから、またも自家業の進言は入れられなかった。 元気元年の姉川の戦いで、浅井軍曹崩れとなって大敗が濃厚となった後、自家行は、味方武将、三田村左衛門の支給を掲げて、織田の武将になりすまして敵陣に入り、信長の暗殺を図った。しかし、本陣の信長まで、手前数十メートルのところで、竹中重春の弟、竹中久作、または、その貢献として参加していた不安や足に見抜かれてしまい、 捕らえられ斬首され、その首は竹中旧作の手柄となった。竹中兄弟は以前美の国の斎藤家を離れた後、客分として浅井家中にあった時期があり、浅井家の重心である時期凶の風貌を知っていたためと言われている。ありがとうございます。